1990X 年、世界は最終戦争の豪華に包まれた。海は枯れ、地は裂け、あらゆる生命体が絶滅したかに見えた。だが、人類は死滅して。北斗神拳ではこの聖帝を倒すことはできぬ。滅びるがいい。愛と共に愛は滅びぬ。せめて一傷、貴様の体に修行の剣を見せたかった。だが貴様を倒すのはあくまでも乱世の剣。滅びるがいい。愛と共に貴様の剣では血を流すことはできない。もっと帝王の血を絶やすことはできない。タップで攻撃、直接十字剣。さあついてこい。しかし剣しろ。確率で通常攻撃が必殺攻撃に変化。タップで攻撃、本山両断か。もしや飛行、
さすがに北斗神拳伝承者だな、剣士次郎。ならばどちらも、なんと極性の剣の伝承者として、奥義を尽くさねばなるまい。石に眠るその記憶たちが、私は北斗の星を見守る者、ずっと あなたを待っておりました。今あなたが見ていたものは一子相伝の秘剣、北斗神拳の記憶です。遠い昔から永遠と受け継がれてきた最強の剣法と伝承者たちの記憶が、この聖なる石碑のかけらには刻まれています。
その記憶を読み解き、北斗神拳を復活させることができるのは、北斗の宿命を受け継ぐ者だけ。それがあなたです。紡いだ記憶をその身に宿し、愛と悲しみを背負った男たちの大いなる意志を伝承するのです。すべて北斗の宿命のままに。
またバカがドジ踏みやがったな。ありがとう。へっ、無理だよ。そいつは耳は聞こえるけど喋れねえんだ。ま、無理はねえけど、親兄弟を野党に目の前で殺されちまってんだ。つらい。そうか。大丈夫、動かないで。おい、何の真似だよ。しゃべれるようにおまじないをしたのさ。なに？あとは彼女の心次第、心の叫びが言葉を誘う。大変だ、ジードが、ジードの奴らが。リム来い、お前も戦うんだ。てめえが殺されると分かっているもんで、鍵を置いていきやがった。殺される？ジードだ。グズグズしてたらこっちまで殺される。お、あんた来てくれたのか。助かったぜ。こっちだこっち。頼むぜ、こいつらを倒してくれ。一緒ならジードの連中も怖くないぜ。よし、俺も連れてってくれよ。よし、これで一緒に戦えるぜ。この先にジードがいるみたいだぜ。気をつけろよ。もなくはこの小娘の首を引きちぎるぞ。食料を持ってこい。けーきちゃダメー。しゃべった。逃げてぶち殺してやる！
そうか、それであの小娘のツボを押して、けどどうしてあの町に居座らねえんだ？おめえぐらいの腕があったら簡単じゃねえか。どう？待ってくれよ。クエストのミッションで星を3つ獲得したから星ボーナスがもらえるぜ。クエストにはそれぞれ3つずつミッションがあって、達成した数に応じて星ボーナスがもらえるんだ。ほら、そこの宝箱を開けてみてくれよ。うおー、すげえ、ジードのかけらが入ってたぜ。これを使えば今倒したジードが仲間にできるぞ。使い方を教えてやるからついてこいよ。右下にある剣士アイコンから剣士一覧を開いてくれ。集めたかけらを使ってジードをリバイブするとジードが仲間になるんだぜ。ジードが仲間になったぜ。こうやって集めたかけらをリバイブすれば剣士が仲間になるんだ。剣士のかけらが集まったらどんどんリバイブして仲間を増やしていこうぜ。パーティーに追加したら次は隊列変更だ。ジードは防御力が高いハイタイプだ。前列に配置して敵の攻撃を受けてもらおうぜ。ジードを動かして前列で入れ替えてみてくれよ。これでジードを前列に配置できたな。じゃあ編成したパーティーで先に進もうぜ。危険な悪党どもがうろついてるみたいだから気をつけろよな。チャッタークリア。ネクストチャプター銀の村を後にしたケンシロウとバット。続ける2人の前に老人を襲う悪党が現れる。
暴力が支配するこの時代、待ち望むのは救世主。死にてえのか。なあケン、コンボのやり方は覚えてるか。もう一回コンボをつなぐには、攻撃の時に現れる僕と七つ、うまくコンボをつなぐと相手のダメージがかなり増えるぞ。3人で連携してコンボを決めようぜ。左下にボタンがあるから使ってみてくれよな。バトルで手に入れた素材を使えばクラスアップができるぜ。クラスアップ、よし、クラスアップ成功だな。クラスアップの素材はクエストで手に入るから、どんどんクエストを進めて素材を集めようぜ。本当にあのじいさんを助けに行くのか。さっきの奴らがそこら中にいるみたいだから気をつけろよ。下のアイコンをタップすれば攻撃する順番が変わる。攻撃力の高い剣士は後からコンボを決めた方が与えるダメージが高くなるぞ。まずは俺から攻撃するから、下にある俺のアイコンをタップしてみてくれよ。タップしてバットから攻撃。さあ、
手に入れた剣のかけらを使って剣の七星解放をしようぜ。七星解放！よし、二つ目の星が光ったな。星を二つにしておけば後で奥義が強化できるぜ。七星解放は星一つごとに新しいスキルが解放されるから、かけらが集まったらどんどん星を光らせようぜ。よし、これで基本的な戦いの準備ができたかな。あとは剣の好きなようにしていいぜ。また何かわからないことがあったらこのバット様が教えてやるから心配すんなって。